ぼちぼち時間だ。さあ、パーティーの始まりだ。今日でこの国は我らのユートピアとなる。反乱が始まっちゃった。まだ、まだ間に合う。まずは目の前の敵を倒して、アルバーナに乗り込むのよ。まだ、なんか匂うぞ。長きくんだ。麦わらの一味を発見。ここで仕留めます。泥のアゾル、また会いました。シワラの一味を捕らえろ。こうなったら見てなさい。海兵として、剣士として、ここで負けるわけにはいかない。マルク！白ひげ海賊団の二番隊隊長がこの国に何の用だ。ポートガス D エース、弟をね、探してんだよ。麦わらの一味と王女ビビ、必ずこの手で仕留めてみせるがね。
からの入電か。撤収だ。体勢を立て直すぞ。君を消しておけ。野放しにしておきゃ作戦の邪魔になる。国際以上命じてやる。待て。ダイズミスオールサンデー、応急に急がないと。私たちもビビと一緒に行くわ。冗談じゃないわよ。死になさい。諦めろ。俺プロの仕事見せてやる。あいつは俺が引き受けた。俺の相手はあいつだな。アルバーナで起こっていることは分かったけど、相手の口深いではどうすれば。おい、戻った。総長、あの女リコロミンです。懸賞金7900万。わずか8歳で海軍の軍艦6隻を沈めたという。あの女はクロコダイルの仲間なの。三百三刀流王国の王の知事。政府の人間が大嫌いなの。
では海賊の格が違うんだ。この俺に盾ついたことを存分に後悔するんだな。そろそろ時間だな。確かに。さて、総裁伝と言ったな。クミさん、広場の爆破まで時間がないの。このままじゃこの国は。ビビ、諦めるのはまだ早いわよ。どこかに攻撃手がいるはず。探すのよ。探すなら敵側の人間に聞くのが一番早い。力ずくでな。さすがは国家機密だ。知らなきゃ見つからねえな。チョッパー、あんたの鼻で見つかんないの？無理だよ。火薬の匂いは街中からするんだ。直径
5キロを吹き飛ばす砲弾が、それだけでかければ飛距離も落ちる。となるとやっぱ広場の近くだ。外には見当たらない。だったらどこか建物の中から。そうか、大きな大砲が置けて広場に近い場所。分かった、みんな攻撃手はあそこ。間違いなくあの時計台にいるわ。なぜ止まらないの？戦いをやめてください！戦いをやめてください！よし、俺はワニをぶっ飛ばしてくる。あとよろしく。さっさと行ってこい。終わりにするぞ、全部。目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。お前は何も分かっちゃいねえ。俺を誰だと思ってる。力に一刀流。雷警報発令よ。行儀は悪いな、アンチマスター。大瞬間。お前がどこの誰だろうと、俺はお前を返せんか！なんでお前俺だ。赤い軍に奪っ